ふわちゃん、大荒れの YouTube コメント欄を閉鎖 SNS でもコメント欄濃すぎるの声。タレントのふわちゃんが8日までに YouTube チャンネル、ふわちゃんテレビのコメント欄を閉鎖したことが分かった。写真、ふわちゃん、絶対にしません。有吉広之に白い歯向き出しで誓うも、そうでなふりふわちゃんは4日、お笑い芸人やすこ25が X。 旧ツイッターで投稿した、オリンピック生きてるだけで偉いので皆優勝です、とのポストに対し、不適切な文言を含む投稿をしたことで批判が殺到。当該投稿を削除した上で、本当にすみません、今ここで皆さんに報告することではないのですが、言っちゃいけないこと言って、傷つけてしまいました、と反省し、ご本人に直接謝ります、と投稿したが、 当該投稿のスクリーンショットが拡散され、SNS は YouTube チャンネルのコメント欄は批判や誹謗、誹謗、抽象コメントで大荒れ状態となっていた。そうした状況に、X 上では、もちろんフワちゃんが悪いんだけど、フワちゃんのインスタの最新投稿のコメント欄、ひどいありさまだよ。彼女はきっと打たれ強いタイプだと思うけど、引退してくださいとか。 やっとテレビに出なくなるの嬉しいとか書いてるのどうなの。フワちゃんが間違いを犯したのは事実だけど、そのことでフワちゃんに対してのコメント欄酷すぎる一般人だからって好き勝手言ってるけど、消えろとか書いたり結局同じことしてるんじゃない、ほんとひどいコメント欄になってるからね。安子とフワちゃんの二人の問題で周りにどうこう難癖つけることじゃないなど。 加熱するバッシングに対して自粛を求める声も多数上がっていた。フワちゃんの今回の騒動を受け、関ラジオ番組、フワちゃんのオールナイト日本ゼロ、日本放送の番組公式 X は5日昨日 SNS にてパーソナリティによる不適切な投稿が確認できたため、休止いたします、と伝え、代替番組が放送した。6日には、 22年10月から出演していたスマートフォン Google セルの CM 動画がすべて非公開に Google 広報部はその理由について Google は他者を尊重しない行為に関しては厳格なポリシーを有していますとした上でこの度は該当するタレントを起用した広告反則物などの掲載を停止いたしましたと明らかにしたまた日本テレビは7日 ふわちゃんがレギュラー出演するバラエティ番組、行列のできる相談所日曜午後9時について、現状での交番や収録済みのラインアップ変更の予定はありません。としつつ、今後については検討中とするなど、余波が広がっている。